ドキドキンチャンネル。どうもです、ドキドキンチャンネル、ドキンです。今回は久々の更新情報とですね、福袋、ハロウィン福袋2023ですね、こちらが販売されたということでですね、こちらの中身の方をレビューしていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。まずは更新情報の方から見ていきたいと思います。イベントキャンペーン、機材車キャンペーン秋の陣を開始しました。実施期間の方がですね、2023年12月6日水曜日メンテナンス開始までということですね。まあ、報酬交換期間の方がですね、12月13日水曜日メンテナンス開始までということで、まあ、詳細はこちらということでちょっと見ていきたいと思います。機材車キャンペーン秋の陣ということで、機材車キャンペーンが終わればですね、次の週にまた始まるということでですね、10月18日から12月6日、約ですね、2ヶ月弱あるという形でございます。2023年10月18日水曜日より機材車キャンペーン秋の陣を実施いたします。本キャンペーンでは機材車の方に14日間の無料プレイ期間を申請するほか、機材車向けの特典として英傑と家臣のアイテムもプレゼントいたします。強力な育成支援アイテムや装備すると能力が強化できる、旗ですね。でプレイヤーキャラクターを強化することができます。また今回から装備すると能力値を強化できる旗印の効果は大きく上昇しています。機材車の5の総旗印を装備し、みんなで各地のダンジョンに挑んでみてはいかがでしょうということで、旗をつけることによってですね、いきなり生命3万の魅力が2000ですかね、機材車さんの方には嬉しいんじゃないかなと思いますけど、まずはですね、旗を外しても生命が下がらないような形で育成目指していくといいんじゃないかなと思います。あとはですね、強力な育成支援アイテムですね、こちらちょっとコインかかるんですよね。確か風雲と飛翔って2種類、どちらも2400コインですかね。風雲の方がですね、本当に育成の方で役に立つやつですね。で飛翔の方がですね、今回からできてます、英傑関係ですね、ガチャがお得にできたりとかですね、なんかいろんなものが入ってると思いますけど、そちらの方はですね、いきなり機材車して課金課金ってなるとあんま良くないんでですね、まずはそれを使わず、ちょっと育成してみて、時間が足りないなとか、ちょっとめんどくさいなとかいうことがあればですね、ちょっと考えてみてもいいんじゃないでしょうか。あとは2赤3赤4赤と、アカウント持ってるけどちょっと何キャラか課金されてない方にとってもですね、14日間無料でログインできますので、またずっとログインしてなかったけど課金してまでとかいう方にとってもですね、14日間お試しでプレイできますので、ぜひこの機会にノブオに帰ってみてはいかがでしょうか。そして開催期間の方がですね、何度も言いますけど、12月6日水曜日メンテナンス開始までということですね。そして報酬交換期間の方がですね、12月13日水曜日メンテナンス開始までということなので、安土のですね、地球儀の近くにいる機材車案内人ですね、そちらに話して、クエを受けるっていう形にしておかないと、証のそのいろんなアイテムに交換できるポイントが手に入らないので、そこは忘れずにちょっとクエ受けていただきたいなと思います。以上がですね、機材車キャンペーン秋の陣の詳細でございました。続きまして、桶狭間編攻略応援キャンペーンを開始しました。実施期間の方がですね、11月1日水曜日メンテナンス開始までということで、詳細はこちらということでちょっと見ていきたいと思います。桶狭間編攻略応援キャンペーンを実施ということで、天下統一忌憚の新章富士編を近日公開予定ということで、一応、ちゃんとやってましたね。続くみたいです。本キャンペーンの実施期間中、天下統一忌憚専用の強力な隊列、忌憚の隊列が期間限定で開放されるほか、キャンペーンの対象依頼を達成報告すると初回のみ貴重な報酬を受け取ることができます。この機会に天下統一忌憚桶狭間編をクリアし、富士編の公開に備えましょう。すいません。実施期間の方がですね、2023年10月18日メンテナンス明けからですね、11月1日水曜日メンテナンス開始までという形になっております。なのでまだクリアされてないところがある方にとってはですね、もちろんやった方がいいと思いますし、もう全部クリアしてるよという方もですね、初回のみ貴重な報酬を受け取ることができます。結構いいものをもらえますので、
まあ桶狭間編のおさらいじゃないですけど、まあ新しく富士編が来るということなので、まあ桶狭間編はですね、まあこれが最後とは言わないですけど、もう一周一回りしておくのもいいんじゃないかなと思います。以上がですね、桶狭間編攻略応援キャンペーンのですね詳細でございました。そして10月のもののふの日のボーナス期間および報酬交換期間を終了しました。そして機関車キャンペーン夏の陣ですね、こちらの報酬交換期間も終了しましたという形でございます。続きましてこちらですね、ハロウィン福袋2023お一つ4000コインでございます。交換期間の方がですね、11月8日水曜日メンテナンス開始までということですね。まあ、交換制限の方がですね、1アカウント5個までとなっております。なのでここからの時間はですね、ハロウィン福袋2023、まあ、お一つ4000コインもいたしますので、まあ、一体中身はどんな感じなのかというのをですね、まあ、ドキンなりにですね中身レビューしていきたいなと思います。今回の福袋の中身はですね、まあ、大まかに7つ入っているんですけど、1つずつ見ていきたいなと思います。まず一番上がですね、吸血衣装箱、まあ、シングラーですね。まあ、どんな感じかというとこんな感じですね。どうですかね、まあ、あの男性が右で女性が左なんですけど、まあ、女性の方がやっぱミニスカでちょっと可愛らしい感じがしますけど、まあまあ新庄がデザインしたあの日ハムのユニフォームみたいにもう襟がビヨーンとかなってるんですけど、まあまあいいんじゃないですかね。まあ男の方がね、なんかズボンがなみたいな感じはありますけど、まあなかなかいいグラなんじゃないかなと思います。プラスびっくり上級塗料が3つ入ってるという形でございます。これが1つ目ですね。2つ目がですね、吸血英血箱ですね。こちらが新英血2体になります。1人がですね真田昌幸、もう1人がですね蛍ですね。まああのだいたいハロウィン福袋の場合はですね、女性キャラが1体入るんですけど、まあ、だいたい金枠の女性キャラだいぶ使ってますんで、今回同枠だったやつが金枠で蛍が出てきております。気になる性能の方もちょっと見ていきたいと思います。まずは真田昌幸ですね。職業の方がですね、忍者の術人になります。そして信頼度レベル20の状態で生命が 33,102、 気合の方が 19,136 ということで、まあ、忍者になりますので、まあ、そんなに生命は多くないですけど、まあ、最近のステータス的にはなってるんじゃないかなと思います。他のステータスに関しましては、まあ、パッと見ですね、もう知力ですね。あとはですね、まあ、属性の風属性ですね、こちらも2700ってなっておりますので、かなり高いんじゃないかなと思います。そして英傑人法の因子ですね、こちら3つになります。まあ、忍者なんで、まあ、忍術ですね。そして2つ目がですね知性、3つ目がですね世渡り上手ということでですね、まあ、限界突破2まですると知性、そして信頼度レベル20まで上げると世渡り上手ということになっております。そして家臣統領育成技能の方も3つですね。1つ目が知力上昇レベル5、そして2つ目がですね風属性上昇率向上レベル3、そして3つ目がですね知力上昇率向上レベル1という形になっておりますので、まあ、知力の高い家臣を作りたい場合はですね、まあ、2つついてますので、プラスまあ風属性までおまけに上がるよみたいな感じで、まあ、使えないことないんじゃないかなと思います。そして気になる固有技能の方がですね、吸血変異の術、内容の方がですね、敵単体に生命吸収を伴った風属性術を行う、プラスまあ敵全体に風属性術を行い、風属性呪詛を付与、吸血鬼種族に特効ダメージ、敵全体を吸血鬼種族に変更、自身に死傷地理状態を付与ということで、また結構いろんなことがついてるんですけど、まあ今一番術ダメージが出るパターンですね、小松姫とか同じですね、敵単体に術攻撃を打って、なおかつ全体にも術攻撃が打てるっていう形、プラスですね今回この真田昌幸はですね吸収までついてるってことなんで、まあ固有ダメージで与えればその分回復もできるんですね自身、プラスですね、まあ、逆緑三角もつけれると。あともう一つ厄介なのがですね、敵全体を吸血鬼種族に変更してしまうということなので、まあ僧兵とかね死人にしたいんですけど、
吸血鬼になるとどうなんですかね。プラスまあ吸血鬼種族にダメージアップもついてますんで、多分2発目以降はですね、またさらにダメージ上がるんじゃないかなと思います。なのでまあ説明文だけ聞いても、まあどれぐらいダメージが出るのかとかですね、吸血鬼にしたらどれぐらいダメージアップするのかとかですね、ちょっとわからないんでですね、この後別の動画で、まあ、真田昌幸ダメージ検証という形で、まあ、動画上げたいと思っておりますので、まあ、気になる方はですね、そちらの方を参考にしていただければなと思います。そして2人目がですね、ホタルになります。まあ、鍛冶屋の鉄砲ですね。まあ、信頼度レベル20の状態でですね、まあ、生命が 34,598、 気合の方が 18,316 ですね。他のステータスはですね、もう3つですね。まず腕力3000超え、そして耐久2200超え、そして器用ですね、2300超えということで、この腕力、耐久、器用がかなり高いステータスとなっております。まあ、他のステータスに関しましてはですね、まあ、最近の英傑はまあ属性もそこそこ高く設定されてますので、まあ腕力、耐久、器用が高いんじゃないかなと思います。そして英傑陣法因子も3つですね。まず1つ目が鉄砲鍛冶、そして2つ目が鬼、そして3つ目がですね、飛び道具使いですね。なのでまあ限界突破2まですると鬼が出て、心霊度レベル20まで上げると飛び道具使いが出るという形になっておりますので、まあ鍛冶屋でですね、なかなか英傑陣法組んでる方少ないと思うんですけど、まあ結構マイナーな因子出てきてますね。そして家臣統領育成技能の方も3つでございます。もう1つ目がですね、腕力上昇率向上レベル5、そして2つ目が生命上昇レベル3、そして3つ目が腕力上昇レベル1ということで、もう腕力の高い家臣を作りたい方にとってはもうぴったりですね。もう生命までついてますので、かなり、まあ家臣統領育成技能も使いやすい、まあ、腕力の高い家臣を作る場合はですね、使いやすいんじゃないかなと思います。そして気になる固有技能の方がですね、聖銀の弾幕ということで、内容の方がですね、敵単体に間接物理攻撃を行う、吸血鬼種族に追加ダメージプラス、まあ、こちらも敵全体に間接物理攻撃を行うですね。そして自身と対象の生命の割合に応じて威力上昇、こちらがどうですかね、まあ、ランマルみたいな感じですか。自分の、まあ、生命がまず 50% 切ったらダメージ上がるとか、まあ、50% 以上はダメージ上がってるとか、まあそんな感じでしょうね。敵の生命も、まあ、割合に応じてダメージアップということですね。そして自身の攻撃力、防御力、そして呪詛耐性を上昇させるということなので、まあ、固有技能を1発ずつと、まあ、赤三角、青三角がついて呪詛耐性もつくという感じなので、まあ、まず敵単体に、まあ間接攻撃を行ってプラス全体間接攻撃なんで、まあノーマル真田幸村みたいな感じですかね。プラスまあ吸血鬼種族には追加ダメージということなので、まあ先ほどの真田昌幸で全体を吸血鬼種族に変えて、まあこちらを打つとまたかなりダメージ出るのか、また自身の生命の割合と敵の生命の割合でまたダメージの威力が変わるということなので、まあ、こちらもちょっと説明文聞くだけじゃわからないんでですね、まあ、別の動画で、ホタルダメージ検証という形でもうすぐ頑張って動画上げたいと思いますので、まあ、気になる方はですね、そちらの参考にしていただければなと思います。以上がですね、新英傑2体のですね、詳細でございましたけど、まあ、去年のですね、ハロウィン福袋が小松姫でしたので、まあ、今回のハロウィン福袋、まあ、真田昌幸は多分強いと思いますね。で、まあ、気になるのが蛍ですよね。まあ、最近術が通らない敵も出てきてますので、まあ、結構物理攻撃、まあ、関節攻撃の全体結構使うこと多いと思うんですけど、まあ、森蘭丸ですね。あれが結構強かったんですけど、それにちょっと近いような感じかもしれないんですけど、まあ、ちょっと吸血鬼に変えないとダメージがもしかして出ないかもしれないですけど、まあ、こちらの方はですね、すぐ、まあ、検証動画出したいと思いますので、もう少しちょっとお待ちください。あとはですね、この吸血英傑箱にはですね、等級4召喚鈴、ウも入っております。まあ、こちらはランダムで金が1個出るという形で、まあ、運試しということですね。あとは無限の功績帳3が6個、まあ、6000ポイントも入るよという形でございます。
続きまして3つ目ですね。こちらが吸血つくも箱ということで、最近左手にもですねつくもがつけれるようになって、もうつくもの在庫がだいぶなくなってる方も多いんじゃないかなと思いますけど、内容の方がですね、生命800、腕力75、知力75、魅力25ということで、もう素兵相当欲しいですねこれね。あの腕力系、まあ暗殺さんとかにもいいんじゃないですかね。まあ術封じとか打つことあると思いますので、まあ、腕力、知力できましたね。プラス、まあ、魅力も25って結構でかいんじゃないかなと思いますので、まあ、アタッカーさんにとってはですね、かなりいいつくもなんじゃないかなと思います。それとですね、つくもの源極みが30個とですね、こちらがいいですね。水着のつくも玉極みが1ということで、もうつくも黄金8つチャレンジする場合はですね、もうこれがないとほぼできないレベルになってますので、プラスまあ3つ必ず受け継がれますので、まあ黄金6個は必ずできる、プラスまああとは2個は運になるんですけど、まあこの前これ単品で3000コインで売ってましたんでね、まあ、今回福袋の4000コインの中にまあこれが入ってるということなので、まあお買い得っちゃお買い得なんじゃないかなと思います。そしてこれが初ですかね、つくも合成取り消し札 ×6 ということで、これ6回分の保険ができるなと思ったらこれ違うんですよね。まあ同じ武器、まあ同じ左手で使うとなるとですね、まあ最初は1枚でいいんですけど、もし失敗してまあ保険を使うとですね、次2枚必要になるんですよね。でこれもミスってもう1回保険使うと次3枚必要になりますので、まあ6枚っていうことは、まあ同じ武器左手に関してはまあ3回分の保険が使えるよという形ですね。まあドキンは3回目もミスって4回目もう使うかとか言って使ったらまたミスったんですけど、まあこれ大体札1枚500コインしますので、まあ6枚って3000コイン分の価値ありますので、まあこれもなかなかいいんじゃないかなと思います。続きまして4つ目ですね。こちらは吸血鬼人箱ということで、鬼人石ですね。まあ内容の方がですね、生命1700、腕力プラス190、知力プラス190、魅力プラス90ということで、なんで200にしなかったって話なんですけど、まあ190、190、90ですね。まあ吸血鬼なんで9が好きなんでしょうね。まあでも腕力、知力、もうこれかなり使えるんじゃないかなと思います。まあ珍しいですね。つくももまあそこそこ使いやすくて、偽人石もこれ当たりですね。まあ生命結構多いですしね。まあ10ぐらい低いんであればまあ使えないことないですね。まあ、190、190、まあどちら、腕力、知力どちらでも使えるという偽人石になります。プラスですね、二つぎの偽人玉1個、まあ2つ必ず受け継げれるやつですね。あとは虚空の偽人石、こちらは永訣につけてしまった偽人石を取り外すことができるアイテムですね。あとは偽人浄海石も1つ生えてるという形で、こちらもなかなかいいんじゃないかなと思います。そして5つ目がですね、吸血軍神箱ということで、まあ、軍神おみくじ6が20個、そして力の源極みが99個ということで、神儀石を作るときに、まあおみくじみたいな感じですね。ワンチャンまあ作れるかもしれないっていう感じですね。そして6つ目がですね、刀錬道具箱風雲ということで、こちら結構なかなかいいんですよね。まず過信体力薬徳が4つ、まあ1個で500回復できますので、まあ過信1体分2000までいけますね。1体分は作れますね。あとはですね、指南用具箱小ということで、まあ、結構ですね、今教本秘伝、まあ、1は結構余ってる方多いと思うんですけど、まあ、2がちょっと神のごとくがいけなくなって行きづらくなって、まあ足らない人も多いと思うんですけど、まあ、その2がですね、まあ、好きなの、腕力でも知力でも好きなのがですね、まあ、教本と秘伝1つずつですね。あとはですね、刀錬検討書3が1つということで、まあ、シャッフルが3回できるやつですね。あとはですね、刀錬教書補筆2ということで、こちらはですね、まあ教本なり秘伝なり同じの2を、1個ずつ使うと3ができるってやつですね。まあ今2が足らないんで、これもあんまり使うことないんですけど、2もうちょっと3個ずつぐらい欲しかったですね。まあ1個ずつということなんで、まあこれもちょっといいんじゃないかなと思います。という合計6つでしたね。あ、すいません。多分開幕合計7個とか言ったかもしれないですけど、今回の福袋の中身は合計6つでございました。大変申し訳ございません。まあ1つ目がですね、グラですね。そして2つ目がですね、新永訣、まあ真田昌幸か蛍かどちらが取れると。そしてつくも、鬼神石、そして軍神おみくじ20個と、
まあ、トレンド具という形でございますけど、まあ、大半の方がですね、まあ、新英傑、まあ、真田昌幸か蛍、まあ、使えるんだったら買おうかなという方が多いと思いますけど、ちょっと説明文見る限りちょっとどんな感じかまだわからないので、まあ、この後ですね別の動画で、まあ、真田昌幸と蛍の、まあ、ダメージ検証という形で動画出したいと思っておりますので、まあ、そちらを参考にしていただいてですね、まあ、買おうかな買わないかなみたいな感じで判断していただいてもいいとは思うんですけど、まあ、今回このハロウィン福袋2023のですね中身副産物も意外と良かったですね。まあ、つくもも、まあ、腕力と知力でしたけど、まあ、使えないこともないですし、まあ、擬人石ですね、あれ腕力知力190190、これ結構でかいんでですね、まあ、新たにつけれますので、まあ、擬人石も使えるかなみたいな感じで、まあ、トーレン道具もちょっと最近2がないんでですね、ドキン的には欲しいなと思いますので、まあ、ちょっと新英傑の性能は別としてもですね、まあ、今回の福袋はですねなかなかいいもの入ってるんじゃないかなと、まあ、ドキンは率直に思いました。以上がですねハロウィン福袋2023の中身の内容でございました。続きましてまだまだいきますよ。もう動画時間が20分超えてしまったんですけど、こちらもちょっと気になることなんでですね、以下の機能追加機能変更を行いました。新たな英傑を追加しました。もうちょっと説明いたしました。で下ですね、新技能のですねダメージ修正来ました。まずはですね鮮度ですね、戦略消化のダメージ量を引き上げました。次が忍法ですね、総空裂却のダメージ量を引き上げました。そして忍術、思想遁術2のダメージ量を引き上げました。そして鉄砲火事ですね、無名三連射のダメージ量を引き上げました。そしてまあ師匠、まあ演武ですね、こちらの、烈空飛走のダメージ量を引き上げましたということで、まあ、今回の修正はですねこの 1,2,3,4,5 ですね、仙道忍法忍術鉄砲火事演武さんおめでとうございます。まあ、どれくらい上がったかちょっとわからないですけど、一応ダメージ量は上がったと。総兵来てないですね。総兵の母体山、守護抜けをつけましたとかでもいいんですけど、総兵はまだ来ております。あとはですね、トカゲート武芸の技能、剣風乱舞の演出効果を変更しました。これダメージ上がらない。演出効果を変えただけですね。ということで、まあ、今回は、まあ、ちょっと弱いなっていう新技能の、まあ、ダメージが引き上げられましたということなんですけど、皆さんどうでしょうか。まあ、ちょっと遅かったような気もするんですけど、まあ、ここからはですね、まあ、ドキンの独り言として、まあ、聞いていただきたいんですけど、まあ、今回修正で、まあ、ほとんどまあダメージ量を上げましただけなんですよね。まあ、ぶっちゃけですね、今まあ召喚とか、まあ、神殿さんの蓄積とかですね、あと暗殺とかですね、マカ三角ついたらまあめちゃくちゃダメージが痛いんですよ。まあ、対人戦とかでですね。なのでそれのダメージを見てるとですね、まあ、他の特化の人はですね、まあ、やる気がなくなるみたいな感じになるんで、まあ、他の新技能も、まあ、ダメージ量を引き上げざるを得なかったような感じで、まあ、修正きた感じかなっていう感じは見受けられるんですけど、まあ、結局ですね、まあ、どの特化もですね、まあ、同じぐらいダメージ出たら、まあ、ぶっちゃけ個性的がないんですよね。せっかくいろんな特化があるのに、まあ、全部同じぐらいダメージ出るんなら、まあ、どの特化でもいいじゃんっていう話になると思うんですね。まあ、例えばですね、まあ、例えばですよ、まあ、鉄砲で話するとですね、まあ、鉄砲さんの方も言ってましたけど、まあ、確かにダメージ出てなかったんですよ。で、まあ、他の特化を見るとですね、もう鉄砲の時代も終わったなみたいな感じがあるとは思うんですけど、まあ、鉄砲って、まあ、言うたらやっぱスナイパーで弾使うんで、まあ、別にまあダメージ量もあった方がいいとは思うんですけど、まあ、個性的な感じでするとですね、まあ、弾を使うんでですね、まあ、弾で、まあ、ランダムの弾とかね、まあ、打って当たればランダムになるとか、まあ、寒波の弾とか、まあ、ダメージ量を上げたいならまあ貫通弾を使うとかね、まあ、あの逆転の弾を使うとか、まあ、スナイパーですから言うてもね。でたまにまあヘッドショットの弾とか使えば、まあ、器用が高ければワンチャンすごいダメージが出るとか、まあ、それとあの個性的な感じ
じの技能があればですね、まあ、鉄砲、まあ、常にまあダメージ出したいという人もいると思うんですけど、まあ、対人戦でもね、今結局流派でランダムとかつけてますけど、まあ、そんなのはなしで、まあ、別にランダムの弾使ってランダムにさせるとか、まあ、カンパ消さないといけない逆転の弾とかね、まあ、そういうのあると、まあ、鉄砲は鉄砲なりの、まあ、あの個性的が出るかなとか思いますし、まあ、鮮度といっても、まあ、ダメージ量、まあ、ダメージ出したいのは、まあ、召喚とか陰陽度にすればいい話で、まあ、鮮度って言ったら、まあ、相手が嫌がることができるのが鮮度と思うんですよね。まああのなんですかね、まあ逆転、まあ逆黄色三角、まあ、おにぎり3つをつけるのが、まあ、大きいとか、まあ、なおかつ、まあ、体勢も逆転できる術とかね、まあ、そういうのが、まあ、先導らしいかなとか、まあ、忍法もそれは、まあ、単体ダメージ上げた方がいいとは思うんですけど、まあ、ドキン的に忍法のイメージは、まあ、やっぱ吹き矢ですかね。忍法といえば吹き矢でしょ。まあ、1体から7体のランダムで、まあ、たまに生命半分ぐらい の、 あの致命傷を与えれるみたいな、まあ、普通にまあそこそこダメージ出るようになって、まあ、致命傷がついたりとか、まあ、逆三角ついたりとか、まあ、痺れたりとか、なんかな、まあ、吹き矢とかのイメージなんですよね。まあ、術人に関しましても、まあ、別に、まあ、思想、遁術のダメ、まあ、術人は、まあ、やっぱいろんな、体勢を、まあ、下げたりとか、まあ、まあ、いろんな、まあ、他のとかも、まあ、全部あるとは思うんですけど、まあ、ちょっとしたアイデアで、まあ、ちょっと特化特化で、まあ、個性的な修正が欲しいなとは僕は思いましたね。まあ、ただダメージ上げる、ただダメージ上げるって、まあ、ドキン軍学なんで、あの守る方の身にもなってほしいなと。そんな全部が全部ダメージ上がってね、盾さんのね、気持ちにもなってくれみたいなことも出てくるんですけど、まあ結局、まあダメージだけ上げていくみたいな感じになってるんで、ちょっとね、そこはですね、まあ各特化のですね、まあ個性的な仕様にちょっとしていただきたいなとは、まあ率直に思いましたね。もし運営さんがですね、この動画を見ていただいているんであればですね、参考にしていただきたいなと、まあ、よければですね DM いただければ、僕もノボ20年やってますんで、いろんなアイデア、あといろんな方に聞いてですね、こんなあったら面白いよねみたいな感じでお伝えできますので、一つよろしくお願いいたします。あと総兵の方も修正待っておりますんで、総兵の方もよろしくお願いいたします。まあ、あんまり愚痴ばっかり言うとですね炎上しますので、まあこの辺にしておこうかなと思います。そしてラストにですね、不具合修正ですね。まあ以下の技能を使用した際に想定と異なるシーンが再生されることがあった。これ多分防御みたいな感じになるんですかね。で攻撃になってるみたいな感じ。まあそれが修正きましたと。あとは陰陽度のですね、まあ技能がまあ二重になって、まあダメージが想定より出てたとかですね。まあ武士道のまあ釣りやすくする、まあ釣る時間が長くなるのが二重になっていたとかですね。あとこちらですよね、下から2番目の死傷チリ状態がついてるにもかかわらず、まあ、術攻撃の軽減になってなかったらしいんですよね。まあ、今回の新英傑の真田昌幸にもつくんですけど、この効果、まあ、ちゃんと術ダメージも軽減されるようになったという形でございます。あとはダンジョン修羅の間においてコマンドメニュー、修羅の間達成状況の情報を見て、まあ、意図としない文字が表示されることがあったという形でございます。ということでですね、まあ、今回久々の更新情報の動画とですね、ハロウィン福袋2023の中身をレビューしたのとですね、まあ、技能修正と、まあ、ドキンが思うこととですね、まあちょっと話していきましたけど、まあ、動画時間がもうそろそろで30分に差し掛かろうという形になりますので、まあ、この辺で終わりたいなと思います。あとはですね、ハロウィン福袋2023の中に入っています新英傑の方ですね、こちらの方もすぐにですね、検証を行ってですね、参考になれればなと思う動画を出したいと思いますので、今しばらくお待ちください。この動画がですね、少しでも参考になったとかですね、まあまあ面白かったよという方はですね、高評価、チャンネル登録、また頑張れよという意味でメンバーシップの方もよろしくお願いいたします。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。バイバイキー。